えー、マリマゴンザレスの裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日裏側を教えてくださるのは、こちら、遠征の上さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、遠征さんご無沙汰しております。はい,いよろしくお願いします。あの、なんと言いますかね、あの、遠征さん。 メディア、賑わせますね。な,なんかねはい。すごい。生き返ったみたいな感じね。<laughs> いや、ての。ただ、あの、昔の、あの、賑わせ方、うん、まあ、もちろんその、選手として、それからその、うん、プライベートの部分の暴れ、うん坊的なところだけじゃなくて、今、ちょっとこう、うん、エンゼさん、大人というか、かっこいいなっていう部分もね、うん、あの、ちょっとこう、垣間見える話題になり方ですけど、まあ、今日来ていただいたのは、 えー、遠征さんがちょっとブレイキングダウンに関してねちょっといろいろと言いたいことがありますということなので、はい、ちょっといろいろお話をお聞きしたいなと思っておりまして、はい、まあ最近の遠征さんでいうとやっぱあれですかねあのレオ君の、うん、あのちょっとまあ何だろうバトルにもなってないですかあれいやあ相手考えるとバトルになるわけないなまあそうだねう <laughs> あのもともとはあのレオ君な何があったのかちょっと あの教えていただけ最初っていうんですかねあの<や>まあもちろん見てる人は分かると思うんですけどちっちゃいじゃん、うん、それで根性がすごいあるじゃん誰でも礼儀なしで誰でもあの攻撃する、うん、それまあかっこいいってちっちゃくて弱くてかわいいなと思っただ結局自分はかわいいと思ってあのまあ子供がお兄ちゃんな,りなるところにかっこいい かわいいんじゃなくてかっこいいって言われてほしいね<ー>そういう感じだと思うね彼がか,かわいいで言ったらムカつむかつむかつされたみたい、はい、で俺は全然もうかわいいと思って怒られてもかわいいと思ってるんですよ、うん、<laughs> <laughs> それが納得いかなかったみたい <laughs> 俺がかわいいて言って,てはいあの多分多くの人が見たことあるのは、うん、あの遠征さんとぶつかった時頭ポンポンしてたいやポンポンもそれ覚えてないでも、うん、やった可能性大きいね 可愛いから、可愛いな、みたいな。なんかあのまた話してる時、かわいいね、ははは、つなしてたっていうか。そうね。あれは何ですか遠征さん的にはバカにしたとかじゃなくて、本当に可愛いな、と思ってたってことなんですね。いや、本当可愛いと思ってた。今も可愛いと思ってるけど、どんどんちょっと可愛くなくなってね。ちょこっとまだ可愛いと思ってるけどあの、遠征さん的には、その、若い子が、あの、根性を見せて、なんか上に噛みつくため、噛みつくっていうか、なんか俺は強いんだっていう感じの あの感じっていうのは遠征さんも通ってきてるわけじゃないですか。そう。そう、自分、ご自身も若い時、ちょっと上の人とか、権力ある人たちに対しても、そう強い人たちに対しても、はい、そうやってきたから、はい、その気持ちはすごいよくわかるって感じですそうわ、ね、かるね。だから自分も、あの、相手関係なしで、いや、変なこと言られたら、俺が、うん、あの、もう、リスペクトなしで、ガンって言っちゃったんだけど、うん、彼の場合は、あの、先輩でも、尊敬しておく必要か、礼儀見せる必要人に対して、 何もしなくてもムカついたよね。うんだからポンポンだけするの理由はちょっと足りないね。うん乾いて言われても足りない。だからまああのだからある意味でそのやってることがかっこいいと思ってるんだけど、やっぱりどこかあの線引き引かないと。うんねこれがいいけどエンターもあるからここまでいいけどこの以上はちょっとダメ。うんうん、で彼若いから知らなければやっぱり。 ブレーキングダウンの責任ですね。水口さんでもびっくりする。あのブレーキングダウン今その出ましたけども。あの見てる人にとっては。全員こう。その裏側っていう。裏側聞いちゃうのもなんかね、あの不思議かもしれないけど。うん、でもやっぱりその。レオ君の今話出てきた通り、あの。尖った若者がいっぱい出てくるじゃないですか。うんうん、あれは、あの実際ああいう感じなんですか、その。カメラが止まったら、レギー と言わないけど、まあ、人、人としての礼儀というんすかね、社会人としての礼儀的なところはある感じなんですかそれも、ともあんな感じでも、みんなわらわらと。まあバラバラですね。うん、ある感じの人もいるし、あれ、もう全然キャラのままの人もいるし。うん。エンセンさんが、その、ブレイキングダウンに関わるようになって、うん、えー、やっぱりそのエンセンさんに、あの、まあ、レオ君の、レオ君はあの感じのまま、エンセンさんによく来るんですかあの、カメラ関係なく、もう、 うん、あの、レオ君に対しては、やっぱり、あのはそのまんまそのままでいいんですよ。うん、ただ、やっぱり線引かないと。うん、他の人たちでも、あのエンセンさんに対してあの、結構生意気な感じに来る人いるんですか、ブレーキングいかまない。レオ君だけですあ。あ、そうなんですね、うん。そう。他は全然ないですね、それは。うん、別に、別にね、あのえん俺、エンセンだからやっちゃダメっては気持ちないんですよ。 全員として、先輩として、上の人か、パイオニアとして、やっぱりちょっとリスペクトが大事だ、ね、はい。だと思います。あのー、は、うん、普通の、あのー、人間関係とか、社会の中でも、自分が頑張ろうとしている分野の、パイオニアであり、まあ、レジェンドですね、エン,ンさん。その人に対するリスペクトがないっていうのは、自分がやろうとしていることに対する、あの、リスペクト、つまり、ブレイキングダウンというものに対する、格闘技に対するリスペクトがないということになるんで、うん、そこはね、絶対、あのー、 どんな生意気な人でも、もつらなきゃいけないことだと思うんですね、はいその。自分でやることを否定するようなもんですから。はい、でも、あの、なんだろう。エンゼンさんとしてはそういう、レオ君みたいなマインドで来てもいいけど、誰かがそういうのを教えるべき、教える必要があったと思ってるってことですね。だからその、やっぱその根性があるのがいいことだけど、うん、やっぱり誰か上にガイドしないと。う,うまく。今ね、あのー、そういうことで言うと、ブレイキングダウンの出演者。 が結構な割合で逮捕されてあり問題を起こしているじゃないですか。うん、で、そのいわゆるエンターテインメントとしての動画作りってあのキャラクターを立てているんだろうと僕ら見てたんだけど、そうやってこう実際逮捕者がいろいろ出てくると、はいはい、本当に悪い人たちが来ているのかなってだからそのブレイキングダウンという団体というか 工業そのものに対するイメージが悪くなっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、うん、あのその辺っていうのはブレイキングダウンとしては方針というかなんというかその、ね、ちょっと未熟な若者たちも多いだけに教育というかあのそういうことっていうのは特別ない感じ、うん、ある何かあるんですか,いやだからブレキしははのの話聞いたのは 彼が不良の人に夢叶われるように、うん、いろいろそのチャンスかその道か作りたい、うん、だそれがすごいと思ってなんか不良の人はやっぱり格闘技の夢があればあの夜練習の方が悪いことするより、うん、だそれがすごい感動してそれで俺がブレイキンダーすごい協力して始まった、うん、ただ今見るとあのやっぱりその夢があってもやっぱりガイデンスが大事。うん 特にこの間、千選勝よりく鹿児島行って、イベント顔出しに行って、もう5歳とか10歳とか子どもたちが走ってきたんだ、うん、ブレイキングダウン見てるから、俺,、うん、俺のプライドの関係を全く知らないんだよ、前の俺の試合、うん、ブレイキングダウン見てるから。うん、それで見たら、いや、子どもたちがブレイキングダウン見てるんだったら、もっとやっぱりその。 かっこいいと思う人、例えばある子供がレオ君かっこいいと思ってる人、うん、それ真似するんですよ。うん、で、真似するだけじゃなくて、格闘技に対してそういうものと思っちゃう。うん、で、ブレイキンダウンなんで逮捕とかすごい増えてるの、俺の意見としては、うん、やっぱ格闘技から始まってブレイキンダウン出るというのは、格闘技先始まると礼儀が覚える。格闘技、礼儀が大事だから。うん、こっちの人たちが格闘技、我慢して、ブレイキンダウン出て夢になるんじゃなくて、 格闘技やらずに、いきなりブレイキンダウン出て有名になる。うん、それで胸張って調子になると、うん、ブレイキンダウンのガイデンスは、今のガイダンスは、暴れて、うん、あの、悪口して、うん、攻撃していいよ、みたいな感じにすると、やっぱりそれが自分のイメージとして、自分のキャラとして、自分の人間としてなっちゃうね。うん、そうすると、外に行くと、 やっっぱり分かっちゃううと思うよねバカそんなバカじゃないと思うからあ試合は試合エンタイエンタイだけど外はダメって分かってるけどもう本能になってるそれで有名になったからそれでもう若いやつが目,目が見えなくなってる先にあれそれがいいなと思ってるで逮捕もどんどん逮捕されてる状態にやっぱりあのブレイキングダウンそれが OK だからうあのもう外でも OK かなーと思って。 だから、ブレイキングダウンね、うん、子供がずっと見てるから、ブレイキングダウンの方がもっと責任取らないとダメ。うん、だから、見てる人のためとか、うん、格闘技の評判としてのためも大事だと思うな。うんうん、あのー、ブレイキングダウンがあの上田は、運営側は、その、逮捕者は出場させないみたいなこと言ってたんですけど、そういうのは、なんていうか、あの足止めかな、なん,なんていうかその、その、 その外でなんかこう無茶しななないいためのなんかストッパーにはならでなですかまあでもそれもブレーキングの評判のためね、うん、そういうやつが出さない、うん、それはいいと思ういい動きだけどその前の動きが大事、うん、だどんどん逮捕されるからだめとかだめとかどん,どん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 選手いなくなる、うん、まあその前に選手のことを考えて逮捕されたら出,な出れないから、うん、これちょっともうちょっと根性を抑えた方がいいみたいな、うん、教えが大事だと思うね あの、遠征さんってうも、あの、シュートブームやプライドブーム、全部、日本の格闘技界の例、あの、そのブーム、ずっと通ってきてますけど、うんはい、あの、その頃、あの、やっぱりリングに上がる人っていうのは、やっぱりこう、不良だったりしても、あの、悪かったりしても、 結局、ジムに来て、きちんと、あの、鍛えて、うん、まあ先輩も先生もいる中、そういうところで鍛えられて上がってきてるから、うん、やっぱ礼儀、ある程度の礼儀っていうか、きちんとしてる人が、きちんとする人になってったじゃないですか。ねうん、で、今って、あの、エンセンさんから見て、どういうふうに、そのブレイキングダウンに、こう、目指す人たちや、実際入っている人たちを、こう、教育していく 裏社会的な、ね、言い方で言うと行儀づけなんて言い方ありますけどそういうふうにしていくうやり方あると思います遠征さん的にはだ一番いいやり方と思うのはやっぱりかちゃんとの格闘技ジムに入るうでそうすると先生の方がやっぱりかプロ格闘家としたらその礼儀が教えるねだから今の俺のジムにあの平石光一あと大ーこの間あのあの大宮 ファイトの方のチームの人。うん、あともう一人、メッカ君。うん、が今、ジム来てるんですよ。そういう話、しっかり話してる。うん、だからそういうことは勉強になると思う。俺のジムもっと不良いっぱい入ってるんですよ。うん、昔からエンスのピュアベルジムだけヤグザが練習できたね。うん、なんでっていうと、俺先生としてしっかり礼儀が守らないと困る。 みたいな感じで伝えてる、うん、だからそれ一つねブレイキンダウン選手がジムに生かすちゃんとのジムそれでそのジムの礼儀が勉強になる、うん、もしそういうところできなかったらやっぱり水口さんとかミクルの会場でもエンターでもルールがちゃんとしっかりつけないと今って遠征ンンさん呼ばれていてあの、うん、レオ君以外は割ときちんと。 はしている感じはあるんですね、会場というか、その、えっ、ー、と。まあ、レイオクも何人も言ったよね。ただ、あの、まあ、一人が大輔さんが、あの、逮捕されて。うん、彼がちょっと、やっぱ礼儀が足りない。うん、あの、北、あの、九州の松井さんも。うん、でも、彼も、ま,まあ、理由がいっぱいあったみたいな、セコンドのい合いとかで、いろいろ揉めてあって。<laughs> <laughs> それ彼今度で出るんだけどレ、はいまあ、オ君特にこの間の試合あのすごいいろんないい加減なことをして、うん、もう水口さんもう怒ったはずだけど、うん、昨日の,あの昨日言わなくてもこの間の記者会見見見たらレ、うん、オ君が出てきた、うん、しか出てきただけじゃなくてこの選手、うん、彼も勝った選手が他の相手がいるんだよ明日。 殴り合い始まったね。だ、それはちょっとまあレオ君はレオ君がそこまでバカだったら、うん、やっぱりなんで水口さんとかブレイキンダウンサイドが、うん、そういうことをやらすの、うん、それは運営側も OK っていうふうなしか考えられない私が、うん、だからそれあれもう今度明日も俺行きますよブレイキンダウンただ昨日それ見たらこの間記者会見見たらいや ブレインンダウンどうしたのこの、うん、何考えてるの逆にブレイキンダウンもっとこうやってほしいう気持ちあったけど逆に今の気持ちがなんだブレイキンダウンみたいな感じでまあ,あのチャンスがあれば水口さんでも話し,しようかなと思ってるまあこ,れこれが続ければ例えばリオクみたいな態度が反省全くなかったら、うん、俺協力したくないもん,ん自分は格闘技の守りがあるし、うん、山本魂の道 山田氏の考え方もあるから自分として山田氏の看板の人としてはそういうことを協力するのは山田氏に落ち着れ、うん、格闘技に落ち着れ、うんうん まあ、あとは、あのー、もう一個いいですかあのー、まあ、全体の話聞いたんですけど、レオ君とのバトルを見たときに、あの、思ったのは、やっぱエンセンさん健在だなと思いましたね。うん、あのー、まあ、レオ君体格差あるにしても、レオ君来たときの抑え方とかですね、すべ、はい、てにおいて、えー、エンセンさんまだまだ現役感ありますね。はい、<laughs> ああ、ないですね。<laughs> <laughs> みんなそう言うけど、体は体はいけるけど、うん、やっぱり自分はリンががあるとしたら100%用意したい。うん、それが問題ですよ。 ハード練習、多分体ついていいてけない、うん、もう中途半端で絶対試合出ないし、うん、自分の考え方はスポーツじゃないからリングで死ぬ可能性あるから、うん、死んでもいい気持ちで戦うからやっぱり死なないようにちゃんと練習したいね、うん、そのちゃんと練習するとしたら絶対間に体壊れちゃうね、うん <laughs> <laughs> まあ、とは言いますけど、あの、<laughs> セキュリティどけって言ったあの圧力がすごかったです。<laughs> あと、抑えたとき、ドシッとしようがない。やっぱり体感というかバランスというかね、あの、本当にこう、レジェンドというか、なんだろうな、あの、格闘家としての安定感というんですかね、と、それとあの、 やっぱこう、喧嘩屋としてのこう、エンセンさんの迫力と、あの、それと今のなんていうか、教育者としてる部分というかね、そういうのも全部混ざって、やっぱエンセンさんの今のキャラクターっていうのが、今の立場とキャラクターっていうのは、まあ、本当にこう、現代に合ってますよね。なんかこう、<laughs> 改めてエンセンさんに注目が集まってる理由がよくわかると思います。<laughs> あの、対応の仕方とかもすごい大人っていうか、あの、かといって、平りであるわけでもなく、きちんと、あの、 なんていうかな、先輩として、まあ、言い方、あの、合ってるか分からないですけど、横綱相撲感がすごい出てる。あの、どしっと構えて、受けて立ってる。はい、だから本当にこう、あの、大人としてね、やっぱりその、若い子たちは、あの、ガッと動く、こう、あのね、あの、バトルする選手たちに感情移入したり、見たりして、あれかもしれないけど、大人として見てると、遠征さんのその動きとか、ああいうのは本当にこう、あの、参考になるとか、勉強になるというか、こういうふうにありたいなって、ちょっと思わされますよね。 いや、なんかね、うん、エンセさんのね、<う>ブレイキングダウンの話、あの、どういう風な話かなと思ったけど、本当にこう、人としてどうあるべきかっていうので、ちょっと考えさせられる感じでした。ありがとうございます。はい、どうも丸山販売所はですね、鈴木にオープンしました。鈴木の方で、こちら、100万人突破記念デザインの様々なグッズを現在販売しております。ローンチーもあるし、パーカープロ。 これがですね、こんな、後ろにね、持ってます。とか、この、キャップもそうだし、こんなエゴワックなんかもあります。とにかくね、様々な種類が現在販売されておりますので、ぜひアクセスしてみてください。鈴木丸山ゴンザレスで出ます。